木沼佐城とは、相模国三浦郡、現在の神奈川県横須賀市木沼佐町にあった、日本の城。三浦半島中央部に立地する。横須賀市指定史跡。栄昭六年から公平五年にかけての全九年の、役での先行により、源の寄地下から、相模国三浦に領地を与えられ、当地の三浦氏の祖となったとされる三浦平大部亀、通りが、公平五年。 絹笠山山六に作った館が絹笠城の始まりである。後にこの城は三浦市の本拠地となり、三浦市が勢力拡大するにあたって増築されていく。自称四年、源頼朝が伊豆で打倒兵家を掲げて挙兵すると、三浦市四代目、三浦義明は頼朝を支援したが、頼朝は石橋山の戦いで敗れ、房総半島へ逃げ延びる。 よりとも軍と合流できずに引き返した、三浦一族は、平家法の畑山茂忠軍と絹笠城合戦に、及び、絹笠城は落城。城主義明は内地にし、三浦一族は、房総半島に逃れる。その後鎌倉幕府が成立するとこの城はまた、三浦市の本拠となるが、鎌倉時代の法事元年、法事合戦で、三浦島が没落すると廃城となった。 2020年現在、絹笠城跡と呼ばれる、絹笠山には小規模な公園が整備されているが、当時を思わせる遺構はわずかに井戸、堀跡が残るのみである。しかし、城山を境内とする大善寺や吉明の墓所である、万正寺など、城石周辺の寺には、三浦一族や絹笠城を忍ばせる辞席が残されている。また平作側に沿って、 下流の栗浜までの間には、絹笠城の市城とされる、平作城、大矢部城、小矢部城、沢原城,城、無駄城などの遺構が残されている。現在絹笠城は、伊笠山一帯にあった山城と理解されているが、玉葉中の鎌倉城などのような、中世前期の資料に見える、城の後の示す範囲について分析した、斉藤真一は、 キ笠城の実態についても考察した。そして、当時の城とは、武家が自身の屋敷や一族の墓地、自社、諸子の屋敷などを構えて、日常生活の場とした武家の本拠地を表す広い空間的概念であるとし、キ笠城合戦当時のキ笠城も山城ではなく、旧三浦市巨漢群や墓地などがある。 三浦氏が本拠とした八禅域を示していることしている。絹笠城跡と谷を一つ隔てた隣の山井、笠山公園は桜の名所として知られ、日本桜名所百選の一つに選ばれている。城山への道を先に進むと、大楠山山頂に至る登山道となっている。ありがとうございます。